鳥石の村八幡宮は京都府亀岡市市の調子のにある神社。旧社格は孫社。足利高氏の倒幕挙兵地として知られる。主催人号氏新社殿や本殿の胸札によれば、延休3年に直線によって源頼地が本田八幡宮から誕生し創建したとされる。延休4年5月13日付の頼地の車両寄進場も現存する。 篠村の荘園は、藤原氏によって開かれたものであったが、いつの頃からか源氏が送電することになり、その荘園に勘定されたものとされる。当地は、足利高氏が鎌倉幕府打倒の挙兵をした地として知られ、亀岡市指定史跡にも指定されている。講師は、現行3年4月29日に、篠村八幡宮に戦勝祈願の願文を報じ10日間、滞在した後、 六原短大を滅ぼして、県務中高の礎を築いた。また、五醍醐天皇と決別した後、県務三年に1月30日に、京都工房戦で敗れたため、2月1日まで、篠村八幡宮で廃山の味方の兵を集めると、共に車両を寄進して、再帰祈願を行っている。そして、高氏は、九州へ逃れ、体制を立て直すと、京都に戻り、 室町幕府を開くこととなる。以上の篠村八万宮への祈願の様子は、梅松論、太平記、南太平記に記されている。現在も、公主旗揚げの岩門やご飯の教書が伝わるほか境内には、奴かや旗立用が残されている。高氏にとっては二度のキロで、篠村八万宮により、対岸が成就したことから、上は五年八月十日に、高氏自身が、 当社にお礼参りをしたほか、歴代足利将軍からも多くの車両を寄進され、政治には、その社域は、篠野の東西両村に渡ったという。この頃、別当職は、第五次、三保院門跡が務めていた。しかし、後の応仁の乱や明智光秀の丹波信仰によって、社殿、社域の多くを失ったという。江戸時代に入り、官営年間、亀山城主、 菅沼正義によって本殿が改修され、以後亀山城主の直轄神社として庇護された。本殿は一軒者流れ作り。境内には、講式挙兵にまつわる八隷が残る。太平記によれば、孔子は、篠村八万宮に願門とともに一本のカ矢屋を備えたといい、多くの武将もそれに続けて備え、矢がうず高く積み上げられたという。奴隷は、これらの屋を前納した場所とされ、 塚城には C の木が植えられている。境内北方には、旗立用として拒兵した講師が味方武将に所在を知らせるため、4月27日から5月7日までの間、人形の家門入りの旗を掲げたというようが立っている。このようは、梅松論にも記載がある。現在の木は昭和初期に挿し木したもので、 講師の時代より6.7代を経て引き継がれてきたものになる。官役新社白いとつまどり用鎧を呼び、黒い腰白い筋兜とメトロポリタン美術館所蔵。所在地交通アクセス。ありがとうございます。